にとらわれることなく、常に相手全体を見て隙を与えず十分間合いを取ることが大切です。相手が打つと言おうとするその瞬間を捉え、攻撃線を外しながら相手の側面に入ると同時に一気に投げます。昨今、新聞やテレビのニュースや暴力や刃物による性的な事件の報道が後を絶ちません。本来であればこのような状況はあってはいけませんが、もし私たちが危険な場に遭遇した際に、一つで自身が周りの人を守り抜かなければなりません。剣道では木刀を使用しているので切れたりすることがありませんが、本物の刀と思い気を抜くことなく針を刺すことを心がけ、日頃から稽古を行っております。さらに気迫のこもった演技をご覧ください。